と寝てた。よかった。昨日さ、ショールームしようと思ったんですよ。11時からお風呂潜って準備満タンだったのにできなかった。なんか開けないの、そもそもアプリ押すじゃん。そしたらなんて言うんだろう、ちょっと押した感じはあるの、なんて言うんだろう、薄暗くなるの。けどそっから開かない開かないで諦めて、今日もう昼ぐらいからずっとやってて、でも開けなくて、そうみんなが言ってることを全部したんですよ。例えば一回電源落としてとか、一回消してアプリをもう一回入れたりとか、ログアウトしてもう一回ログインしたりとかしたけどできなくって、えみたいな、もう一生できないやんじゃあって思って、ちょっと時間を置いて、で夕方ぐらいにやったら急にできたの。これはどういう現象ですかね。でも私ね、たまにあるのよ、できなくなるの。でもそう、他のメンバーが配信できてたみたいだから、アプリのせいではないらしいんだけど、みんな猫って黒服好きだよね。そうね、やっぱ着やすいからね、黒服着ちゃうけど、もっといろんなのにも挑戦してみたいよ。原因あれかもだって、確かに今日は朝めっちゃ早起きして大学のねことでちょっと早起きしないといけなくて頑張ったんだよ。頑張ったんだよ。このピース。でもちょっと今日顔がちょっとあんまりよろしくない。変な子大学頑張ってて尊敬されて優しい。そう聞いてみんな。明日最近ねめっちゃ早起きしてんのよ、毎日毎日で。明日も早起き1時からだから、で明後日も早起きでしょ、1時からだから、1週間に3回も1時がある。助けてー、みんな、みんなが大学まで応援しに来てくれたら頑張る。1年目1年くつ、そう辛い本当に。一番前の席に座ってるんだろうな、一番後ろに座ってますよくないよね、一番後ろとか一番なんか真ん中らへんとかね。自分で決めたならしゃあないよ。だってうん、塩ですね、塩。
でも自分で決めたのは知らないよ。でもやめた、大学やめたいとか言ってないから、頑張ってるから。もう大学つらいとか言ってないから、早起きがつらいだけだから。全然どっちも楽しいし、頑張ってるから褒めて。え、いいの、毎日父親校門の前で応援団、応援団してくれるの。そしたら頑張れる。みんなが偉いって言ってくれるから、明日も早起き頑張ろうって思えた今。でもさ、普通のサラリーマンの方って早起き毎日してるって考えたら、わーって感じ。早寝すれば早起きしやすい。そうなのよ。で、最近早く起きてるから最近早く寝れる。今日は大学のあれがありました。なんかね、こう、なんて言ったらいいんだろう、校外学習的な、簡単に言えば校外学習みたいな。あー、明日ショールーム。めちゃくちゃ夜とかあったらできるかも。明日一限の講義で先生もつるんやね。確かに2年生になると一限減るの。じゃあ早く2年生になれなきゃ。大学で校外学習ね、なんていうの、校外学習みたいな感じ、簡単に言うと。いつもジョーカちゃん遊んでくれてありがとう。ジョーカちゃんは好き、ジョーカちゃんは好きですよねって。いや、こちらこそ。ジョーカとこの間エピックスカフェ行ったよ。日曜なのに会ったの。そう、でも次の日早起きなら配信せず寝ていいのよ。だってやさぴー。でもやっぱりショールームしたいじゃん。昨日とかしたかったのにできなかったな。学校では叫んだりしないで。どういうこと。学校はね、でも叫んでるっていうか大爆笑してるかも。学食でピーナキャワウィーウィーね。あの飲み物のマーク、そう、私インスタのストーリーになんか飲み物を飲んでる写真が出て、その飲み物にマークがついてたんだけど、何のマークでしょうって言って載せたんだけど、あれはエーペックスのマークで、エーペックスカフェに行ったの。大学続けられないメンバーもいる中、頑張って続けられなくて偉いと思って。大学はね、両立は大変ですね。うん、だからって私は、うんうん、なんだろうね、辛いとか思わないけどね。だからみんなが褒めてくれるので頑張ります。そう、空町イエピックスや。何、イエピックスって。あ、そういうこと。わからない。
体重が減ってくるなって。もう何食べるの？焼肉食べさせてお腹いっぱいです。私もお腹いっぱい。海鮮丼食べたんだよ。みやこやべっく最近してる、たまに。でも私今一番ハマってるのはスプラトゥーンですね。いやね、21度とかってさ、気温わかんないんだよね、私服装が。でね、明日のさ、大学行くじゃん。私でさ、明日雨か。あの、21度ってどうなん？ね、明日って絶対雨降ると思う？絶対雨だと思う？18日めっちゃ寒くない？21度は T シャツで絶対寒い。海鮮の美味しそうでしょ。私はね、サーモンとウニとシラス食べた。21度で走れば半袖で、走ればね、走んないのよ別に。明日雨、絶対雨、絶対降るの。でも降るか降らないかはちょっと確実には分かんないって感じ。21度はじゃあ、火曜日めっちゃ寒くない？火曜日はね、17度、16度だよ。17度と16度は寒くない？火曜日ね。明日雨の中出雲大社行ってきます。だって、あ、出雲大社めっちゃいいよ。おみくじ当たる。ひなこって少しの雨だったら傘ささなそう。あ、少しだったらささない。21度が最低気温か最高気温かに見えるよ。だって、ね、明日がでしょ。なんか中間、22度の時もある。22度が最高気温かも。火曜日やばい、超寒いじゃん。超寒い。超寒い。あ、そう、20日チームケア公演ですよ。キャマチ当たったから行くね。だってキャマチってことは絶対入れそうだね。絶対行こうかな。おみくじ好きなんでしっかり引いてきます。って頑張って、大丈夫だよ、いいもの出るよ。多分ね、ロンティーブラウスとかにカーディガン、厚めのコートとかだと思う。だって私本当にさ、秋服、なんか今の時期の服とか冬服もなんだけど、あんまり持ってなくて、なんか夏服はめっちゃ持ってたもん。洋服ってね、難しい。ほっぺた、アウターにマフラーにニットボディ、絶対さ、もう真冬やんそれ。どうしよう、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 どうしよう。服むずい。
日がめっちゃ寒いことは分かりました。17度って寒いよね普通に。でも今日さお昼めっちゃ暑かったんだけど、私グラビアまだまたその質問、またその質問じゃん。調整できるようにあるもの、確かに大事。私夏より冬の方が好き。冬も寒いけど今日暑かったよね。暑かったよね。もうあったかいの異次元じゃない。ん、異次元、あったかいの異次元じゃない。何異次元って。次のネイル何にしようかな。もう伸びてきたからそろそろ取ろうと思うんだよね。みんなは今日何をしていましたか。日曜日だったけど今日は今の服装で、うん、この服装はね違うよ。ただの部屋着、簡単な部屋着です。今日1時間行ってたって。今日何の公演だっけ。あ、チーム K？ え、マジやかい。ちょっと伸びてくる。ちょっと、え、だよね。一番めっちゃ考えてる。何がいいかな。どんなのがいいかな。新宿行ってきた。新宿、懐かしい。新宿は懐かしい。大丸に行って、ひなこの際見た人。おー。見たよ。行ったっていう、あれ。報告。デビューちゃん。ドド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 。デコ助かる、どういうこと。うん、秋だからくすみからも可愛いし、テラコッタ難しい。やっぱりおしゃれお姉さんだから難しい。ツイードとか可愛くない。いい感じに光り放す。え、うちおでこさめっちゃ光ってんだじゃん。ひなこちゃんの爪とじゃ何でも可愛いだって。これ実の。実名もう伸びてきた。これか、これ本当にやった人マジでうまいと思う。なんか上から目線すぎかよって感じなんだけど、めっちゃうまいと思う。このチークネイルってさ、チークのようになんかこう
こういうね、いやめっちゃうまいと思う、本当に頼んでよかったって思った。おでこ光ってね、光ってる。なんで壁際大事、ここが一番なんか落ち着く。危ないね、天才やな。でしょ、ひなこちゃんデコ出しかな、デコ出しだとライブで、え、それめっちゃ言われる。それなんか実は友達が見に来てたんですよ、そしたらすぐ見捨てたって言われた、前髪ないから。誰かやネイル変えてるの、うん、めっちゃこんくらい伸びたら、うん、今の長さで赤い爪とし、めっちゃ怖くないそれ、手相みたい。なんか言ってください、私の手相みたい。生命線が短いですね。指は5本やけん、分かる、ひなこって1本ずつできる。どういうこと、あ、そういうことか。え、恥ずかしいよ。武道館の、え、私ね、レナッチさんに会ったよ。あと、イズリナさんにも、レナッチさん会ったよ。だから、お写真撮っといた。爪長くて不便なことは、缶のあんま飲まないけど缶ジュースとか開けれない。かな。でも割とそのぐらいかも。スマホの画面も使う、うん、スマホの画面全然使える。初期のメンバーで憧れの先輩、え、それは AKB 全体でってこと？私は AKB の、私はあのともちさんが、枝野ともみさんが大好きです。大好き、憧れ。ともちんさんです。トゥ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 、指輪、私指輪よくなくす。これどこで買ったっけな。私僕はライナコア、私ウクライナ子は、ウクライナ子は、かまど炭治郎さんとご結婚いたしました。
元からですよな、ピナちゃんのサインポスター撮ってよだって。あーすごい、おめでとう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 。なんだこれ、ちょっと今の弾いたよね、ごめんね。いつものやつっていつもやってない。私はこれなんか本当にごめんなさい。実は名探偵コナン君とご結婚いたしました。男女のぬいぐるみはあっちにあります。サインポストカードヒーナーの地道したいだって。当たりますように、当たりますように、出ますように、出ますように、出ますように。グレビアまでですか、またその質問。やっぱみんなグラビア見たいんやね。お幸せに。軽いな、止めてよ、めちゃめちゃ臭い私。ひなぐちゃん、うちは勝手やサイン欲しいな、サイン書きたい。爆丸らしいの。あー出たよそれ。でそういうこと言うからハードル上がるでしょ。だってえ、そうなの、ゆうなが言ってたの。まあ確かにゆうなには見せたことあるな。いつも触ってくる、ありえないとか言ってめっちゃ優奈の前で見してる。本当に可愛いイメージか美人だったら優しい。でも全然多分前髪長いからだけですよ。多分これで前髪切ったら本当に何の変哲もない奥原ピナコちゃんの。なんかさ、前髪作るん。今日はデコ出しで可愛いね。今日もね、ずっとデコ出しだよ。ちなみに誰と間違えてんのかな。期待値、そうだからそういうこと言うからみんながハンドル上げて、私がいざやった時にしょうもなってなるよ絶対。前髪復活ありますか、いつかあると思うよ。前髪ない方が似合いますねって言う人もいれば、パッツンの方が好きっていう人もいるの。今日もいつもでしたね、失礼しました。そうです正解です。湿気の時期終わってそろそろ前髪作らない。ほら前髪好きな子もいんのよ、わかる。私も前髪切りたくなる時ある。いやあるんだけど、まあ、確かに。でも私が前髪切るってなったのはこの時期だね。なんていうの、汗かかないじゃん。
100人クラス、いや、よくない、違います、全然違います。ずっと前髪強いんだけど今のは好きだよって。どうしようかな。でもやっぱりここ最近めっちゃ大人、だから前髪のせいやね。アンケート取る、で一回アンケート取っていい？見つけやすいので今あくび出る、見つけやすいのでね、今のままでやって、でそういうね、いるよね。で一回アンケート取って一回ね、やってみるだけね。じゃあ1が前髪あり、2が前髪なしね。OK？ 1が前髪あるね、1が前髪、どっちが好きかね、どっちが好きかだよ、どっちがひな子に似合うかだよ。前髪あり、2が前髪なしね、どっちが似合うかだよ、ひな子に。よーい、スタート。1があるだよ、2がなしね。いや、なんか1の方が多いな、見てる限り。1が前髪あり、2が前髪なし。1が前髪あり、2が前髪なし。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。それでは、おお、2の方が多かった。あれ、びっくりした。1の方が多いかと思ったんだけど、ほぼ半々。え、なんでわかるの、半々って。え、なんで、なんでほぼ半々ってわかるの。パーセント書いてるよ。いや、そうだけど、52とかと47でしょ。そんな、前髪つくのって一緒に出てるの、伸ばすの時間。いや、そうなんよ、マジでそう。前髪なしの人もいるんだね。じゃというか、てっきりグラビアやってほしいか、やってほしくないかなっていうところ。じゃあそれでやろう。グラビアやってほしいが1ね、やってほしくないが2ね。普通に2もいそうだよ。グラビアやってほしいが1ね、やってほしくないが2ね。はい、やってほしいが1ね。あ、いるよいるよ。やってほしいが1、やってほしくないが2。あ、全然いるいる。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。いきまーす。え？え？
ちょっと待って待って、私見れなかった。何パーでした？私なんかさっきの投票結果が出てきちゃった。そうだから2が多くな、2が多くなってたから、あ、え、やってほしくないみたいになっちゃったんだけど。え、ガチ前の結果が出てきた、さっきやったやつ。だから2が多かったから、え？ってなった。81%、結構高いっすね。2に入れただって、ほら見てほしくない人もいるの。またまた、いやいや、ガチ、これガチね。ヘイトメンが結構みんなやってるからね。カルピンにしか見せないってことねえ、いないのよ。ちなみに、ちなみにいないのよ。あ、間違えた。カルピンいます、ファンのみんなです。間違えた、ごめんね。やってみたいな、私たち一回やったら絶対仲に残るかしん、そうそうそうなんです。そう、一生残るもんね。ひなこのひなこだね、言い方くさ、ひなこのひなこくさ。間違えた、ごめんね。でも、かかられたことある。それはね、なんだっけな、いつだっけな、幼稚園の頃からあるよ、養父縁。彼氏いないのよ、ちなみに。だから、いる前提で言うのやめてよ。ガチ、いないのよ。いるわけないじゃないか。なんか嘘つけない性格とか絶対変わるんで、顔にも出るし態度にも出ちゃう、良くない人間です。彼氏いないからやめてよ。どうすんの、本当に本当にいないんだから。やめてよ、気まずいじゃん。あ、間違えた、彼氏います。実は私彼氏いて、ファンの皆さんです。すいません、間違えました、ごめんなさい。カレピなるよ、だって。あ、じゃあなってたれて、カレピ1ですね。じゃあこれからできるんよね、だって私多分できないから。あ、間違えた、カレピはみんなです、今もこれからも。だからみんな浮気とかダメだよ。ひなことのカレピンになりたいなんて、じゃあカレピン2で。ひなことのモバイル取り出して買えなくなりました。なんか好き面です。好きってことですか、番号で管理されるのか。そうだよ、彼女も募集してください。あ、いいよ、じゃあ彼女1で。待って、入ったらいきなりなんとか宣言してて、
やばい、佐々木さんに見られてしまった、恥ずかしい。すいません、ふざけてました。ふざけ、カルビ吠えてて草。そうだよ、あ、お父さんわかりますか。あ、いいですよ。で、お父さん役じゃない、お父さんお願いします。じゃあカレピー5に立候補。あ、やばい、5がいいって言ってる人2人いるから、じゃんけんしてもらって、じゃんけんで決められます。8番でお願いします。あ、どうぞどうぞ。カレピーが無理だ、ひなこちゃんのへそピンになりたい。彼女一ありがとうございます。あ、よろしくお願いします。入ったらちょうどカレピーいますってとこです。あ、それはやばい、それはやばい、やだ、変なとこ見られてる、申し訳ない、ふざけてます、ただ単に。じゃあ旦那一で立候補。あ、どうぞどうぞ。お兄ちゃん枠あるよ。姉02。あ、どうぞどうぞ。02 2ってこと。カレピー255番くらいで、ねえ、そんなに彼氏いたらやばいから、そもそも。妹位置にする、どうぞ。なんかたくさん増えて嬉しいわ。じゃあひなこたんのペット枠、ペットいるからな。ペット4とかだったらいい。下僕枠って何。T シャツあげるおじさん枠ください。ああ、あります。 T シャツ欲しい、欲しいんです。でも次いつお会いするか分からない。下僕って何、どういう意味。大家族、250人もカルピーいたのか。カルピーで、え、そうじゃん。じゃあみんなも私の生誕祭の時に招待しよう。250人、カルピー、カルピーを250人招待する。そしたら埋まる。いや、大変だ。そう、大変なのよ、毎日違うカルピーと召使いで。下僕って言うんだ。なんかあれみたい、怪我した時に言うやつみたい。下僕したみたいよく言うよね。カルピ限定公演。ちょっと待って、おもろい。カルピ限定公演おもろい。あ、打撲だ、そうだ、なんかね似てるよね。で、打撲したって言おうかな、これから怪我したら。で、今日ここ打撲したんだけど。モテるって認めなんだって。いや、マジで、確かに中学の時はちょっとだけなんかモテたかな。すいません、ふざけです。でもさ、中学ってちょっと子供じゃん、まだ。中学はね、子供なのでね、全然あれですよ。なんかだって小学校とかも告白された時もなんか好きですみたいな。好きですみたいな。可愛いわ、今思ったら。可愛いし面白いし、
なんとか力あるし、可愛いし、可愛いし、絶対打てる優しい。携帯何歳から持ってる？覚えてないな。キッズ携帯とか持ってたから、ね、小学校の時かかな。キッズ携帯持ってた。可愛いし可愛いし可愛い。でもいつからだろう、こんなに持てなくなってしまったのは。あ、間違えた、みんなに持ててる。変なこと、友達、私本当に友達いないよ、こう見えて。またまた、待て、え、ぐっちってモテない。今も大学行ってますけど、本当に多分近い、なんていうの、近寄りがたいと思う、私って。本当に、だってこうでしょ、マスクしてるじゃん。これね、もう本当に話すの何回目って感じなんだけど。ごめん、死んでるもん、私ね。なんかこんな感じ、怖くない？怖くない？え、怖いね。ひなこのパパイケメン。私のね、お父さんはね、濃い。顔が濃い。モテたい人生だったり。とか言って、モテてるんじゃないんですか？まあ目はギンギンよね。どういうこと？奈良公園で初めて見た時はめちゃくちゃ可愛かった。クールだったけど、そう、なんかね、目怖くない？でも喋ったらそんなことないでしょ。よく友達に言われるよ。なんか最初見た時なんか怖くて絶対仲良くなれないと思ったけど、話してみたらめっちゃ全然違ったみたいな。大家さんとどうやって仲良くなった？なんか私が、大家さん、島根県ってどこにあるか分かる？って聞いたらしい。なんでそんなこと聞いたんだろう。目が好きなんだけど、だって目、嬉しい、なんか目褒めてくださること多い、嬉しい。モテキは3回来るって聞くけど、ひなこちゃん何回来た？1回かな？中学の時かな？ゆきりんさんは、ゆきりんさんなんで仲良くなったか覚えてない。なんで話すようになったかもう覚えてない。いつからタメ口使うようになったかも覚えてない。ゼミで友達増えたりしないの？なんか言わんとこ。いつかね、なんかバレた時とかね、これ言ってることとかね、やばいからね。山梨の時に絶叫びっくりしたのに。何絶叫？あー、うん、チョリさんはマジでわかんない。チョリさんはマジでいつから話したとかわかんない。でも多分しんちゃん仲良くしてて、そっからチョリさん行って、そっからイキリンさん、本当に覚えてない。ひなこって知らない人に話しかけるのは得意じゃないんです。あ、前は得意だったかも。最近全然話せないよ。だから怖いだよ、私絶対怖い。大学でも絶対怖い。だってなんか怖みたいな顔されるもん。私みたいな人がいたら怖いでしょ、みんなも。目が怖いんよ、死んでるもん。柔軟者には住んで話しかけたりしない。みずみんと平田ゆちちゃんは話せる。
坂いくみって酒の、え、覚えてるよ、え、マジ覚えてるよ。だってそういうさ、ものじゃない、なんだっけ、グッズみたいの持ってたじゃん。その時いくみ推しだった。怖くはないけど、スタジオで話したことほぼない。え、ないですよね、私たち。それってもしかして、え、ちょっと怖いって思いました？なんかこの人性格怖そうって思いました。優しさを見せてみて。これでいたらどう？じゃあこれでいたらどう？顔、あんた顔ちゃんとしなさい。そう、あ、ペットワークの先輩、そうだよ、ペットワークの先輩ですから、ね、一応ね、臭い、ニャンちゃんって言葉は分かるんだよ。だから臭いって言ったら反応するの。臭っ、ほら反応してんの。ねえ、ねえ、やめてそれ、やめて、やんちゃん、ねえやんちゃん、てかあと1ヶ月、そうだよ、みんなあと1ヶ月でさ19歳だよ。私どうする？かわいいね、あなたって子は本当にかわいい。そう、ハロウィン仕様だよ今。お眠だね、にゃんちゃん。かわいいわね、あなたも本当にかわいいわ。15歳だったの早すぎるね、それな、どうして？ちょっと嫌がってて臭っ。臭っ、ガチ臭い、臭いやんちゃん、臭っ。おしっこしたでしょ、ほら、おしっこしたでしょって言ったら反応するのこの人。見といて、あ、ほら、おしっこしたでしょ、お尻向き、お尻向きやがった。おしっこしたでしょ、おしっこしたでしょ、にゃんちゃん、おしっこしたでしょ、違う、おしっこしたでしょ、おてとお座りもね、一回やってみる、おて、おて、おて、今抱っこしてるからな。お手、お手、お手一回こっち見て、え、じゃあお手、お手、お手は、あ、浮いた、見てみんな、
お手、姉ちゃん手、お手は、姉ちゃん、お手、お手、見た？くさ、それ大きくならないよ。これはね、ティーカッププードルみたいな。犬バカだ。だって犬バカは私のお姉ちゃん。ねえ、どこ行くの？ちょちょちょっと、ちょうだいわ、ちょうだいちょうだいちょうだいわ。今食べ物ないから、ね、眠いんだよ。ファンの方が気温に合わせてなんか服装、なんて説明したらいいんだろう。はいはいはい。食べなくていいんだって。明日も早起きだから早く。でも今日結構長くできてるな、嬉しい。服が欲しいな。何が似合うかな。何が似合うのかな。私ロングブーツも欲しいの。おしゃれしてる女の子ってどう思う？みんな素敵だなって思う？私もおしゃれ頑張りたいなって思うんだけど、みんなはどう思う？明日50日やばい。冬服の女の子かわいい、かわいい。冬物か、なんかね、うん、なんかもうどうしたらいいかわかんない。何が似合うかな。最近はズボン履いてるだって。最近はズボン履いてないの。朝早いのでそろそろランチングやろうかな。1時間くらいやってない？そんなことない？どんな洋服が好きなのって。可愛い系かな。でも大人っぽいのも好き。何でも好きかも。割と今ランキング読むよ。くさみなさん、13位佐々木さん、ありがとうございます。ありがとうございます。佐々木さん、12位カッチャットマークなこしさん、ありがとうございます。11位ペロペロチーノさん、ありがとうございます。10位香港の春マットマークなこしさん、ありがとうございます。9位 SL8 号さん、ありがとうございます。8位にゃくアットマークなこしさん、ありがとうございます。7位あやか、ありがとうございます。6位ゆきたん、ありがとうございます。5位 W アットマークなこしさん、ありがとうございます。4位君が落としたまゆりさん、ありがとうございます。
3位かなさんとマークひなこしさんありがとうございます。2位あゆちゃんありがとうございます。そして1位はひらっぴあとマークひなこにメロメロさんでした。ひらっぴさんありがとうございます。ひらっぴさんありがとう。あ、間違えた。やばい。やばい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 。ちょっと。今日もみんな見に来てくれてありがとうございました。明日も早起きですし、明後日も早起きですし。です。早く寝ます。ということで、みんなも早く寝るんだよ。バイバイ、ありがとう。明日もできたらやります。遅くなるかも。バイバイ、じゃあねー、バイバイキー。